一人の医師がブレイク現象の紐付きにここまで影響があるって本当かな。どうしたのさくら、新しいブレイクミッション？そうなんだけど、ブレイク現象の紐付けが極端なんだよね。さくら、どういう意味だ。さくら、ミッションは宇宙世紀なんだけど、様々な時代に大きく広がってる割には異常が出てるデータは限定的というか、作為的なものということ？表現としては近いね。明確な意思を感じるブレイク現象というか、誰かの思惑が介在している。まずは聞かせて、宇宙世紀のいつなの？宇宙世紀 O105、 人類が増えすぎた人口の吐き口を宇宙に求めてから数えて1世紀以上、シャアの反乱から12年。ということは96年のラプラス事変よりさらに先の時代ね。可能性の獣、シンギュラリティ1。シャアの反乱と関わるってことは、またサイコフレームを巡る戦いになる？そこは今回関係ないんだよ。新技術であるミノフスキーフライトとシャア総帥の隕石落とし、それを止めたアムロ大尉、二人の理念と理想を継ごうとした青年の戦いかな。その戦いにおいて大きな転機となった東南アジアダバオでの戦いに参加するミッションだね。いろいろと複雑そうね。分かったわ、その頃の地球圏について教えて。イエス、ユヌ姉さん。そしてマフティーナビユエリンについてもね。というのがダバオでの戦いってとこかな。私たちは地球連邦軍側、つまりマフティーと戦うことになるのね。イエス、ミッションはダバオに集まった連邦政府高官たちを襲撃するマフティー軍の鎮圧、おそらくキル系部隊と一緒に戦うことになるね。あ、もしブレイク現象でブライト艦長さん、つまり彼のお父さんと会ったとしても真実を告げたりしないように。パラドックス、パラドックス。自動修復モードでの歴史修正に問題が出る可能性があるからね。脅かさないでよ。マフティーナビューエリン本人と戦うことになる可能性は生死ではありえないよ。本人も連邦政府高官の人たちと一緒にダバオに滞在してるわけだからね。大丈夫か、リーダーいるのに攻撃。正体を隠している以上、狙われる側にいた方が疑われにくいか。さすが名探偵ユノ。それもあってマフティー側も手を抜かずに仕掛けてくるよ。虎穴にいらずんば孤児を得ず、何が起こるか現地で確認するしかないわ。出撃よ小隊長、気をつけて。私に続け。キル系部隊レーンエイム注意です。ブライト側隊員、ホワイトベース隊迎撃戦に参加する。アムロ、船の直前に回ってくれ。わかりました。八小隊白アマダ少尉出ます。アレックスのクリスチーナ・マッケンジーです。援護します。ケネス・スレッグ大佐から共同作戦の指令だ。ラバオに展開するマフティの軍隊を排除されたし、すごくスムーズにことが運んでない？そうなるとブレイク現象の核がどこか確かめる必要があるね。まずは敵機を排除だよ。おかしい、マフティーがここまでの戦力を揃えていると。
正面のビル、殺害ホテルなのか。彼がいる。フレーク現象の中心はおそらく。そうか、ホワイトベースにはご両親が。本艦はガンダムを使って東の港エリアで敵を迎撃する。アマダ将尉とマッケンジー中尉はどこに。北側の空港エリア、南側の市街地エリアの迎撃に回ったが、戦況は芳しくないようだ。援護に向かいます。こんな無差別攻撃、ペネロペならば。小隊長さん、どっちに行くかは任せるよ。一年戦争時の機体ばかりだ、マフティ。25年以上前のモビルスーツに乗るのね。本来は博物館行きだけど、ここでは当然現役バリバリだよ。そこ、まだいろいろと出てくる。こちらも連携を取っていくぞ。タイプこそ違えど、ガンダムとなると力が入る。ジオンの旧式、それは赤い彗星だとでも言うのか。その通りです。シャア・アズナブル大佐、その人です。本物の最初のガンダムがいるんだから、不思議はないってこと。たとえ本物の赤い彗星であろうと、私に託された力だ。ペネロペは勝つ。不慣れなパイロット、行くぞ。相手にとって不足はない。そこか。私から逃げられると思っているのか。よく見ておくのだ。実戦というのはドラマのように格好の良いものでな。過去のエースパイロットだか知らないが、挑発に乗ってはダメです。レイン注意。実戦経験の少なさを見抜かれちゃってるね。テストパイロットとしての腕は確かなんだけど。ケネス司令と同じことをバカに。一年戦争時の記録通り本物だったということか。ただ早いだけじゃないのがさすがだね。うろうろ逃げるより当たらんものだ。私が保証する。ならこのペネロペで戦う限り、私は貴様の撃墜を保証せ。仕掛けるぞ赤い彗星。でもどうしてアムの将尉がいるのにこちらにブレイクインしたのかしら。行動パターンを把握した。私が振ります。当てる。丸見えだ。邪魔を食らうだよ。当てるわけだ。バカなやつだ。今日の第一の目的だ。直撃。そこだ。いい、腕が上がってきたようだな、このパイロットは。どうだ、テストパイロット上がりなどとは言わせない。連中、無事か。は、行きます。小隊長、先行してくれ。16便が降りた空港だね。マフティを名乗る集団にハイジャックされかけた。
それを制圧したのはケネス・スレック大使さんと彼だね。そういう場所では何かが起こる。戦場のジンクスってやつ。ジンクスなんて吹き飛ばせるんだ。信じ合うことができればな。そこ当ててますよ。地上戦に特化した旧型機たちか。ジーンか。アイア、君は今どうしているんだ。そろそろ仕掛けさせてもらう。旧ジオンの地上用モビルスーツ、カスタムタイプか。不死カスタム、通称 B3。 このパイロット、ただものじゃない、エースだ。この戦い、何がマッティと関係しているの。これで決める。私の存在はサハリン家のためにっ。守ったら負ける。攻めろ。楽しませてくれ。怯えろ。救え。モビルスーツの性能を生かせるまま死んでいけ。そうはいくか。今の私に必要なのはこのペロペの力を引き出すことだ。見せてみるがいい。マスティもそれを望んでいる。好きにはさせない。アイナ様の望みをお助けすること、それが軍人としての私の役目。誰のことだ。アマダ少尉、大切な人です。注意。何、戦場で女などと。でもケネス大使さんも。ギギアンダルシー、そんな名前だった大佐はどうした。逃げずにする。もらえたぞ。やな。くらえた。行くぞ。アイザ様、合流できそうにありません。自分は死に場所を見つけました。この人はアイナとどういう関係なんだ。何なんだ、敵味方で女にこだわった。幸運の女神だとでも言うつもりか。そうか、ギギアンダルシアの話か。戦争と大切な人、マッティとの紐付けって間違いない。これだよ。皆さん、ジャパン、当てれそれ。私はそうされてた。生きてアイナと添い遂げる。様よ、よーし。これまだ何か来る。見たか、アプサラスは不滅。この力こそがジオンを勝利に導くのだ。なんだあのザク頭は。大気圏内で飛行できるモビルアーマーだと。これこそが技術の力だ。ミノムシークラフトを使った拠点攻撃用モビルアーマー。最大戦力で一気に押し切る。行くぞ。時代錯誤の大型破壊兵器など。これで決める。まるみだ。遅い。この程度。ミノフスキーフライトユニット以前の技術、そんなものヘネロ星の前ではうるさい灰が飛んでいるようだ。レーン注意、攻撃力は本物です。油断は禁物。内向クラフと言われたジャブローがついに陥落する時が来たのだ。軍本部を直接攻撃するための兵器だと。こんな戦いやめさせてやる。頼む、教えてくれアイナのことを。貴様だ、貴様だけは示しておけ。ジャブローだ。すぐにでも吹き飛ばしてくれ。アマダ少尉、この時とも関係があるのか。ユニアスサハリン技術少将、アイナさんも実のお兄さんなんです。なるほど、このブレイク現象は親兄弟の血つながりから発したものだね。マッティとグライト艦長、頼むぞ。近くに今こそこの大地を紅蓮の炎に染め、
我が夢叶えてみせる。教えてくれアイダ。これが戦争だ。俺たちにはどうしようもないのか。人を不幸にして叶える夢なんて。このようなバカな。我が夢ここで朽ち果てるというのか。俺はまだアイダに伝えたいことがあるんだ。ブレイクアウト成功。アマダ少尉さんもありがとう。こちらギャザーロード隊、空港エリアの制圧を完了しました。そのまま南の市街地エリアに向かい、マッケンジー注意を援護してくれ。ガンダムアレックスだね。行こう。
知らないからこそ傷つけずに済むということもあるってこと。そうか、ケネス大佐のブライト艦長、マスターは誰かを知らない。でもそれで避けられるもの。この策いつまで持つんだ。それはこっちのセリフだ。しぶといぞ旧式。ザックであんなにも戦えるなんて、実戦の中で彼も兵士として成長してるんだよ。小賢しい。俺だってサイクレッツ隊の一員。これはどうだ。止める。止める。クリス、ガンダムに乗っているのはクリスなのか。バーニー、あなただの。技に強制ブレイクアウト。うわ、あとは自動修復モードで大丈夫かな。お互いに正体を知らないままの戦い。こちらホワイトベース、港エリアで我々に合流してくれ。ここで一気に押し返す。アムロの援護に回ってくれ。了解。ギャザーロード隊およびキル系部隊は港エリアに向かいます。でやっ、よくやる。エンジンブロックに被弾。消火作業急げ。はい、被害は。これより海上に出て着水を試みる。小隊長さん、港エリアへ。まだこれだけの戦力だ。どうなっている。主だった敵戦力は排除できたはずです。各個撃破していきましょう。レーン注意。了解した。今回のブレイク現象、本命は近いと思うけど。敵の防衛を確認。マッキー、どこまでも。とにかく今はホワイトベースが心配だよ。小隊長さん、会場へ向かって。うわぁ、でやぁ、生意気なんだよ。落ちる。メッサーだったか。マッキー、証拠りもなく。
船を落とさせはしない。場合に甘いぞ。守る。これもマッティの作戦なのか。違います、注意。これはサイコロが引っ張ってくれるから逃がしゃしないよ。こいつはシャアの反乱で運用された。シャア。でもなんだこの敵は。やつじゃない。何、壁になるやつがいる。アブロ、そんなんで大佐を困らせないでよ。お前こそケネス大佐を困らせている。ニュータイプだかなんだか知らないが、このセブンソード受けてみる。どきなさい。やはりシャアのことなのか。所詮は旧式だ。伝説のガンダムとこのペネロペがあれば。こんなのとつるんで。アムロ、あんたちょっとせこいよ。そんなこと言われたって、君は誰なんだ。私の前から使わせてもらう。やってくれ。まだ動く。そこ。うわあ。これで決める。お前もマッティと同じか。地球から人を追い出そうなどと。地球に残ってるのは地球を制してるだけで重力に魂を縛られた人たちなのよ。だから夫婦でにがみ合っていられるんだ。それは。そんなことを僕だって知ってる。知ってるけど、全ての家族がそうなるわけではあるまい。惑わされるわ。アムロ、レイン注意。了解。マスキーと同じ、そんな自分勝手な理屈で人を殺していいわけがないだろう。誰よあんた。そんなことを言うから若い男は嫌いなんだ。アムロ少尉さんのノアクさん、そしてクエスさん、このブレイク電車の中心にいるのはやっぱりマッティ・ナビー・ユ・エリン。ふっ、なあ、かわせるか。よこせないよ。甘いな。どうして私の前に来るのよ。狙い撃つ。なんでよ。やるわけ。私の前から強くなれ。やめ。さては、私を一面だ。あんた、私と一緒に行くんじゃなかったの？ハサウェイ。高高度から降下する飛翔体を確認。そうだね、クース。それが君の答えなら、僕は変わるよ。変えてみせるよ。マフティーナビーユエイに断ち切ってみせるさ。妙な人間関係も、ギギアンダルシアも。シャア・アズナブルを愛した君のことも。私はマフティ・エリンだ。諸君を無駄死にさせる意志はない。マフティがガンダムのコンテンまで落ち出そうか。ペーネロペーのパイロットレイ・エイム、徒党を積まねば戦えぬ情けない奴なのだな。私の名前を知っている。大佐の命令でやっているだけだ。大佐、大佐って私の前で。どうも知り合ってるだけじゃいけない、クース。それじゃダメなんだ。え、あんた、まさか。クース、これからが地獄だぞ。アムロ、迎撃だ。見ない、船の修理状況は。敵も味方もガンガンなんて。仕掛けるぞ。そういうだけじゃない。アムロさんに聞こえた。傘を。あんた、正しくないことを残すのか。リリア、私の名前は。どうして私の前に来るのよ。私の前から教えて、マフティ。あんた、会社のやろうとしていること。人類全部が地球に住むことはできないんだ。でなければシャアが起こした反乱も、あの時死んでいった人たちも慰められない。アミラさん、あなただって
シャアと僕が何者なんだあのガンダムのパイロット。ヤツはマッティ・ナビユ・エリ、反地球連邦政府運動の一員に過ぎない。そうだ、事実上は僕が現在のマッティの役をやっている。そんな役目を背負っちゃったんだね。悲しい世界がもう二度と来ないように。あれ、そこ隙にはさせん。力があるな、レーンエム。そのはずはない。奴は落ちていたはずだ。とどめを刺したはずだ。ガンダムもどきが。今だ。ホワイトベース隊のブレイクアウト実行。なんだ。サク、何か知っているのか。あの二人、知らないはずなのに、僕は知っている。知るべきではない未来、それが運命だとしてもなので。修正、自動修復モードオン。あのあとマフティーを巡る動乱はどうなっていくの？それがちょっとはっきりしないんだよ。え、もう成立した手術なんでしょ？シミュレーション結果に揺らぎがあるというか。これからお父さん、ブライトノア大佐も絡んでくる。他にも多くの人々がマフティー、ハサウェイさんに関係してくるんだけど、その結果がシミュレーションで確定しない。それも誰かの意思が影響しているの？わからないとしか答えられないんだけど、一つだけ確かなことは、彼が時代を駆け抜けていくということだけ。ミノフスキーフライトの放つ閃光とともにね。